来た方向にそのまま返すんではなくて、やっぱり変えるっていうのが常にある。まずは相手が出てきた時に自分のパッシングのミスを減らすっていうことがまず大事なので。お、いいよ。ポンと角度がつけばもうほとんど決まったようなもんですよね。腰が深くなってるのは振りすぎちゃってるかな、うん、多分ここだけでいいのに、なんかここの後ろもあるし戻そうとするし、うん、あ、全然パンチを出そうとしてるんだったら全然いいんですけど、多分相手を動かせる範囲が深ければ深いほど、まあ、狭くなっちゃう。だから例えばもう完全に、1本目で例えば相手のバックとかでこうバーンって打たせて、相手がもう完全コートの右側にいるんだったら、まあ、パンでもいいし何でも決まるんですけど、なんかどっちか狭いところ狙わなきゃってなった時にパンでいくとパンパンって返されちゃうんで、それをちょっと抜くっていう か、 なんか押すっていうよりは角度をつけて緩く打つ、浅く打つ、打ちたいっていう気持ちは出さない。ポイントはちょっとやってみましょうか。さっきフォアサイド版やったのでバックサイド版で、もしネットプレー出れるんだったらちょっと今のもうまく使ってみるっていう感じでいきましょうか。なので、まあ、ボレーに関してはさっきの V 字のボレー狙っていったように、まあ、来た方向にそのまま返すんではなくて、やっぱり変えるっていうのが常にある。でもう一回取られてももう一回変えればいいし、でその面作りと、まあ、あと自分の体がこう余計なことをしなければもうほとんど狙い通りにいくと思うんで、まあ、そういうところを意識する。であとはその逆に、相手が前に出てきたって時のパッシングの、話でいくと、まあ、最初から抜きに行かないこと、抜くっていうよりはボレーさせればいいので、ボディのボレーって結構難しいじゃないですか。だからそれをさせるっていう方がまあいいかなと。まあ、あとはそうですね、低く早く打てるといいかもしれないですね。まあいろいろありますけど、まずは相手が出てきた時に自分のパッシングのミスを減らすっていうことがまず大事なので、これ誤解のないようにしたいのが、早く打ったら早く返ってくるじゃんっていうのあるんですけど、まずサイドアウトをしないで正確に相手にボレーを打たせるっていうのがまず目標です。これもこの部分しか動画見てない方は多分絶対思うことなんですけど、ゆっくり打つ技術も必要じゃないのって多分コメント来ると思いますけど、それはまずちゃんと相手の正面にそこそこ鋭いボールを打てるようになってからだと思うので、まずはそれを徹底して、最初から無理して抜きに行ったりしないで、打てなければロブでいいですっていうのもちょっと視野に入れましょうか。じゃあ1往復してからフリーで、はい、スタート。お、いいよ。お、完璧。落ち着いてましたね。はい。いいディフェンス。OK。まあでも作戦としてはいいですよ。はい。お、いけるいける。 OK、 ナイスショー。今のはね、大事なポイントね。なんか遠慮しないでもどんどん行く。はい、ナイスボール。うまい。次。それそれそれ。相手が出てきて最初のボールは、まあ打たせればまだなんとかなるんで、自分のミスで終わらないように。はい、おお、ナイスショー。
おお、深かったな今。まあ、ああいうのが来たらもうもっと低くなっておいた方がいいです。来た。こう、こうかな。もう低くなって、そう、ブロックするしかないので。はい、いいアイデアです今の。はい。お。お逆にああしな。まあ、若干風がこっちに吹いてるんで、風下側がドロップっていうのはまあいいと思うんですけど、こっちはあんまり効果がないかも。今ははっきり決めました、はい、OK、そしたら打つコースもはっきり決める。例えば前に行った時にピンポイントにどこを狙うかを決めておく方がいいです。例えばもうここを狙うならここを狙うってつもりで入るともっとはっきりするので動きが。で、まあ向こうでもいいし、はっきり決めてそれをやりきるといいです。なんとなくぬめっとした感じで攻めないこと。はい、お、出して、次。おお、オンラインオンラインのようです。はい、お、これは前でいいボール。おお、ちょっと危なかったけど、まあ決まりましたね。はい、お、いい作戦、ナイス。入った。ああ、入っちゃった。今ドロップっぽかったですよね、今ね。なんかちょっと騙されましたね。じゃあ交代しましょう。おお、ナイスショット。まあ今一見普通のニュートラルに見えますけど、相手はちょっと上げてきて強打っていうの、要はここが得意っていうのが分かれば、今度はそこに送ったらまずいっていうことでちょっとずらせばいいので、まあ、相手の特徴を掴んで対策していけばいいです。ちょっと迷いましたね。ここの時点で決まってないとダメです。どうしようみたいな感じ。ここで決まってればパンっていけるので。おー、うまい。おー、ナイスショー。で、あれはもうしょうがないです。一本自分のミスで終わってないから、まだそこは前向きに考えていいです。
まい。うん、そこでねロブ上げたかったですね本当は。そこの さっきのこれから2本目前の2本前かそこで1回ロブで時間作って、はい、っていうのはまあできたかな。結構厳しい体勢でしたからね。やばい最初からね、あの最初のやっぱりちょっと姿勢が沈んでる方がいいです。沈んでるとしっかりニュートラルも力強くいくので。はい、あーきつい、すいません。